そのはい皆さんに報告がありまして、うん、この度私健康診断を受けることになりまして、ありがとうございますおめでとうございます最悪だよ。いや、しょうがないでしょ、それは仕組んだでしょ、みんなで。なんでみんなで俺、囲い込んだでしょ、俺のこと。いや、別に普通のことだよ。急に会社で2番目に偉い人呼ばれて、うん、カンタいいんですかって、うん、いや、トミ君だけで大丈夫ですか。何が起きたのって。ああ、確かに怖いな、びっくりしたよ。で、入ったらなんか健康診断受けないってダダこねてるみたいだけどって言われたんだ。うん、まあ、事実だからな。そんなんさ、うん、いや、受けるけど、うん、いや、俺なんかだからそんな受けたくない意味があんま分かんない。いや、だってそんなんもう結果悪かったら食事制限されるじゃん。食事とかを制限されるじゃん。うん、嫌じゃん。いや、だからしょうがない、食ってんだから。嫌じゃん。俺そんな別にいいんだって。何が長生きとかしなくて。じゃあ長生きとかじゃないじゃん、それは。そんなん言われても。でも、いや、だから俺は普通に心配はあるよ、うん、いや、申し訳ない。いや、本当にこんなにみんなが心配してると思わなかった。いや、だって嫌がり方異常だもん。いや、だからこんな、だからなんでそんな言うのって思ってたら、うん、2番目に偉い人出てきたから、もうこれは違う、これマジのやつよ。で、俺は4月の、うん、末、うん、期限最終日に申し込みました、うん、いや、それはだからなんでだろう。嫌だから。でもさ、一応制限はするわけじゃん、自分で。普通に怖い。うん、めっちゃ怖いじゃん。鼻血出るし、血圧高いし。まあそういう怖さね。足痛いし、うん、で、俺はもう今日から野菜中心の生活に言ったな、切り替えます。もう今日からツイッターにお肉の写真絶対なんでしょ。だって肉食っちゃダメじゃないでしょ、別に。いや、野菜中心にはします。どんくらい、何割合で言ったらどれくらい。ん、野菜8。おお、すごいな。絶対引っかかりたくない。じゃああれな、どっかでそれを見た人がいたら100万な。何を見た人。ん、82じゃないのを見た人。82じゃないのって何。いや、だって別に焼肉行ってたところで、うん、その日だって5トン野菜食ってるかもしれないからね。エビ俺食わないんだから。いや、だってそれはだってさ、命にそ直結するじゃん。お前もだよ。いや、大丈夫だって俺は本当に厳しい。いや、100万かけよう。ねえ、もうね、うん、俺この動画はご報告とお願いなんですよ。うん、で、僕はでもその美味しいもの食べたいんで、うん、ちょ、美味しいそのドレッシング教えてほしいっていう。ああ、いいじゃんいいじゃん。そういうのならみんな手伝ってくれるよ。このドレッシングおすすめですっての教えてほしい。体にいいドレッシングで。いや、ごまドレ中心の。まあ俺もうドレッシング作るからね、しまいには。言ったな、うん、2ヶ月、こっからもう3月、2ヶ月野菜8割。野菜8割。俺絶対無理だもん。いや、それできたらすごいと思うわ、ほんとに。俺だって健康診断大学1年から受けてないから、もう4年間受けてない。危なっ。それほんとに危ないね。やばいよな、多分やばい。やだー、行きたくねー。それ怖いな。俺も怖いわ、それだったら。4年間、4年越しは結構分かんないけど。いや、ごめんね、プレッシャーかけるわけじゃなくて大学1年の後半に何かが始まってたとしたら、もう3年経っちゃった。確かにな、早期発見的なのができないとかだね。それの怖さあるね。だから野菜ちゃんと食った方がいいわ。怖っ。結構マジで怖いの。入院ってパターンはある？あるあるある。この話どっかでしてるけど、うん、あの、脱臼した時に、あー、あるね、その佐々木がね、うん、その救急車乗せてくれて、うん、救急隊員の人が血圧とか熱とか全部測るんだけど、あの、脱臼どうでもいいんで血圧高すぎるんで検査入院してください。それはどうしたの？しかとした。痛い痛い痛いっつって、痛いことにして痛さ優先にさせた。何が辛い？足の親指とかが痛い。あ、そういうことなんだ。鼻血が出る。肩凝る。固まっちゃうんだ。肩こるらしい。いい検証になるんじゃない。ああ、そうね。うん、みんな応援 してあげましょう。僕もいつ受けんの健康診断。いや、だからもう早く行きたいんだけど。なんで入れてくんない。お前のそのせいだぞ。お前がなんか外来行きますみたいなせいで、なんか俺も、みんな行くでしょ。行かなきゃいけないんだ。
高崎も健康診断行くでしょ。俺行ったことないっす。なちょっとめっちゃ怖い話じゃんそれ。俺が可愛がってるでしょ。いつからいつから。いや健康診断する年齢じゃなくないですか。そうな、俺も後輩に言ってもあ受けなくても大丈夫ですえ、健康診断を受ける年齢じゃないってどういうこと。いやまだそういう年齢じゃないの。人間ドックってだああいうのが30以上なあ、30とか35以上の人がやるんですよね。うん、そうな。普通の学生は健康診断別にしなくても。うん、え、じゃあだから普通に病気になる可能性あるじゃん。ないないな。ないあるよ。ないって。いやあるよ。俺日頃から後輩に言ってるもん。ないぞ。洗脳されてんだよお前。普通に元気なんで。そうな。そうそう。ああ別に体調悪くないもんな。はい、肩凝ってる。たまに凝るかい。凝るかい。じゃあ皆さんね、そういうことで肉明らか食いまくってんだろってなったら、うん、100万払いますよ。そうだね。100万貸してたらその時100万貸してしたらいいよ。でエビ食うからその100万でめっちゃ嫌なやつじゃん。食いしたはい、ということで以上今日のビズナーでした。ありがとうございました。